しゃ、喧嘩だわ。何？嫌なの？来いよ。青コーナー。サウナーブー。おい。おい。お前岩盤浴派だろ。なあ、言ってみろ、岩盤浴派だろって。あ、おい、ちょっと入場させて。赤コーナー。赤コーナー、なにわの溶岩伝道師。あーやーらー、なんか癖強すぎて、もう何言ってるか分かんないよ。私は岩盤浴派です。僕はサウナ派。今日はそんな私たちの戦いです。決着をつけようじゃないか。毎夜毎夜、うん、まあ俺はサウナ行こうぜ、なーちゃんに行って、まあまあ別になっちゃうんだけどね。そう行って、でなーちゃんも岩盤浴行こうぜ、うん、それでもう対立するわけですよ、うん、それでもう今回決着つけようかなっていうやつですね、うん、ええー、そうです。まず私から言わせてもらいましょう。どうぞどうぞ。岩盤浴、そんな生ぬるいのでいいんですか。まずですね、サウナと岩盤浴の温度を比較しましょう。何のためにまず行っているのか。熱くなるためですよね。熱くなって汗をかいてデトックスで気持ちいいという、そういうのを感じるためですよね。そういうのにも関わらず、サウナは、まあ高いところだと100度108度ぐらいありますよ、高い温度だとね。それに対して岩盤浴の室温どうでしょう。どうでしょう。言ってもなんか50度とか60度とか、劣化版としか思えない、僕は岩盤浴は。なるほど。じゃあ言わせていただきましょう。岩盤浴というのは心と体を共にリラックスさせる効果があります。ちなみに私が言っているのは岩盤浴ではなく、うるさい、ここ、すいません、私が言ってるのは、おい、ね、おいで、はい、おいで、はい、おいで、おい、おいやって、うん、やるんだ。ちょ、今ママのターンだから少し待ってね。あ、大丈夫で、私が言ってるのは岩盤浴よりもちょっとだけ温度が高い、そしてミネラルをめちゃめちゃ吸収できる溶岩浴っていう種類に言ってるんですよ、うん、それっていうのはね、体の内側から温めて、そしてとてもいい質の汗をかけるという、とてもとても効果的なやつになってるんですよ。お、時間をかけていい質の汗を内側から温めて出す体質改善、これが目的です。健康的なのは圧倒的に岩盤浴です。 OK カモン Mr. Sunshine、 岩盤浴はぬるい、カモン、アンド、カモン、オン、オッケー、カモン。そんな感じでかま、ビートがない、ビートがないときついな。そんな感じでかましてく、オン。お前、サウナをさ、サウナを健康のために行こう、行ってると思ってる。そんなのは絶対に違う。サウナーの大半は、快楽を、ただ快楽を無償に行っている。健康になるなんて全然ない。サウナに存在している人間、大体がおじさんの、太ってるおじさんだ。そんなのに健康意識なんて求めていない。おい、サウナか岩盤浴に行ったら痩せる、もしくは綺麗になる、そんなマインドで行ってない。まず快楽をむさぼりに行ってる。サウナ12分入って12分、あちあちいな、自分の中のもう汗とともにデトックス、全部疲労物質が出ていく、その後にやばい、死にそうだって、そういう自分の限界を乗り越えた後にファッて出る。そしたらヘブンが見えるんだ。ヘブンが、そう、自分の限界を超えたっていうヘブンが、その実績が見える。そしたら水風呂、まさに14度ぐらいの水風呂にバチャーと入る。そしたらもう全身の毛穴がピュッと閉まる、活性化する、血液が流れてくる。血液が流れたらどうだ、そう、どうだ、どうするんだ、岩盤浴にはないだろこの気持ち。水風呂からピャーンって、おっとっと、なんか持ってきた、なんか持ってきた。岩盤浴にはない。水風呂から出たらどうなると思う。休憩時間5分、この5分間銀河無限大、無限大にも感じる、永遠の5分。
休憩してる間に血流がポンプする、心臓がバクバクする、ライカ、結婚式、ダイヤモンド、ずっと、ずっと自分の中の心に聞いてみろよ。お前の幼少期、小学校、中学校、高校生時代、自分の夢追い求めてたもの、自分、全部出てくる。OK! どうした？はい、アンサー返せ。それさ、しばゆにやられた後やりづらいじゃん。やっていいもの、別にできる。できない、ラップじゃないもん、こんなの。うん。Yeah、 あ、お前らサウナ部は快楽求めて行ってるって言ったよな。そんなの、ただの堕落した人生送ってるだけだから。俺たち、岩盤浴部は常に自分にストイック。ストイックだからこそ、どんどん絞れた体を作れていくんだ。そういう、か、絞れた。うるさい。おい、なんだ、マネし始めた。おい、マネし始めた。バス短っ。あ、私はね、もっと美を追求してる。体の中が、肌の質、すべてを、あ、すいません。ここ。おい、なんだ、うぐる、みっちゃぐるよ。なんだ、やって。そう。だから私は、体質を変えていく。もっともっと綺麗な汗を流したいからな。お前らみたいに表面上だけのことをやってるんじゃない。もっと内面的なものを変化させていく。お前らとは違うの、ストイックさがな。だからお前たちはいつまで経ってもデブなんだよ。おい、お前堕落を貪ってるって言ったよな。その通りだよ。堕落上等、堕落上等だよ。引きこもりニート上等だよ。でもな、お前たち岩盤浴で岩の上に寝そべって30分下っているだけで、それで痩せようっていうマインド自体が堕落なんじゃないのかな。健康のために言ってる、そんなの言い訳だ。健康のために全力を尽くすなら糖質制限、ランニング、ボクシング、何でもできるはずだ。それをお前は岩で解決しようとしている、そんなもの自体が堕落なんだな。うん、その点サウナどうだ。気持ちよくなる、自分自身の向き合える時間、これが、いや、プレシャスね。無敵になる、この無敵になった後の時間、飯を食う、飯がめちゃくちゃうまくなる、それで性の実感を感じる。それによってね、やってるダイエッターはいっぱいいる。そのサウナは娯楽、その娯楽の前か後、それにもう一回ランニングとかをする、ランニングとかをそこですることによってサウナが一番最高、気持ちいいものになるな、わかるか。はーい、イエーイ、パンダはトングで取れないです。パンダ、トングで取れるパンダはシャンシャンくらいだぞ。イエーイ、Remember me, お別れだけど Remember me。
サウナ行きたい。鼻くそついてる右の鼻にお前を前につけるこの鼻くそを死ねばいい。いいか、私はあんたと二人で岩盤浴に行きたい。ただそれだけだ。だからサウナがもしも裸じゃなかったら私もサウナ部になってたかもしれないな。私は一人であの空間に入るのが辛いんだ。いつだってあんたと共に生きていたいんだよ。そう、お前だったら分かってくれるよな。ママが家族と共に過ごす時間を大事にしてるってこと。でってってでんてんてんもしも俺が金持ちなら眺めのいい豪邸暮らし。画質悪くない？なんで？あー、チューされた。嬉しみの極みのない。いいよ。はあ、終わりにしよう。戦いはここまでだ。なんだ？まあ両者短所と長所があるってことが結局。そう。どっちの方が部活の部員を集められるか。そうじゃないか。やろうじゃないか。私は岩盤浴部を集める。今のところリサさん、ミキポンとは一緒に行ってるからな。おいおいおい、サウナ部で行ったら俺の部長力を舐めるなよ。まあいいだろ。俺はサウナの良さを知らない人間に教えて開拓してる。私もこれからは岩盤浴の良さをこの YouTuber 界隈、自分の友達界隈にどんどん広げていこうと思う。やってみろ。戦いはこれからだ、チアナ。